はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ブラックベルベットという、これはカナディアンウイスキーですね。珍しい。久々に飲むな。カナディアンウイスキーのミニチュアボトル 50ml、40度。です。値段がね、いくらだったかな ?500 円くらいだったかな。で、プラスチックボトル。ものすごいチャチいね。今まで飲んだ中で、一番チャチいグラスですね。まあ。よし。ブラックベルベット。カナディアンクラブ以外にカナディアンウイスキーは、大体飲んだことないですからね。乾杯。おー。カナディアンウイスキーこんなんだったな。カナディアンウイスキーこんなんだった。ブラックベルベット。こんなんだったわ。ん？なんだこれ。あ、カクテルか。カクテルの名前ですね。シャンパンベースもしくはビールベースのカクテルとなっています。スタウトビール、黒ビールに、シャンパンを1対1で、黒ビールとシャンパン1対1と。これでブラックベルベットというらしいですね。あら。で、ブラックベルベットのカナディアンウイスキーは。ん？甘い。あれ、こんなんだったか。カナディアンウイスキー、こんなんだったっけ？あ、いや、でも、甘い。うん。ブラックベルベットは1950年代当初にリリースされたカナディアンウイスキーです。うん。あ。こんな味だったかなぁ、カナディアンウイスキーって。まあ、こんな味だったかなっていうか、まあ、これ飲んだことないから。カナディアンクラブしか飲んだことないからな。あ、でもこんな感じだったような気がするなぁ。うん。甘い。結構香りも強い。香りも強い。甘い香りがすごい強い。これは。うん。まあ、ぶっちゃけカナディアンクラブがゴミだからな。カナディアンクラブ12年がゴミすぎてもうお話にならないんだよね。あれは一体6年と比べて何が変わったのかが俺は本当にわかんないんだけど。あれ誰か、違いわかるって人いるんかな？6年と12年の違いがわかんないんですよね。本当に。本気であれ、ひどい。そこにそういえばまだある？カナディアンクラブ12年。あるこれ飲み比べてみるか。これがな、カナディアンクラブの普通のやつとさ、値段2倍ぐらい違うのにさ、何にも味変わんねえでやん。ひどい。ひどいとしか言いようがない。カナディアンクラブの方がおとなしいね。でもやっぱり同じような部類の味はするわ。なんか、カラメルっぽい味。カラメル、カラメルの味がするね、結構。カラメルっていうか、甘い。カナディアンウイスキー。まとめ。結構出てんだな。うわぁ。結構鼻につくね、これね。香りがツーンとね。うん。こんなもんだったな、そういえばな。カナディアンクラブって香りがさ、ものすごいなんか、カラメルの焼いた焦がしたような香りするんだよね。で、飲んでみて、うん、やっぱ結構甘いんだよな。あと、有名なので、カナディアンウイスキーっていうと、クラウンロイヤルっていうのがありますけどね。うん。こちらも飲んだことはありません。ちなみにこのブラックベルベットは値段がだいたい1000円ぐらいですね。うん。750ml で1000円らしいです。なるほど。うん。いや、でもカナディアンクラブよりか全然、美味しいと思います。うん。結構あれだな。あれ、力強さがあるっていうか、個性があるっていうか。カナディアンクラブはあんまり個性がないっていうこともないけど、香りがそんなに強くないんだよな。これめちゃくちゃ香りが強いですね。うん。香りと口当たりと、口に含んだ時の、この、香りがブワーっとくるやつ。くる系ですね、これはね。これは結構、コスパ的には非常にいいんではないか、これは。案外、香りがすごい強い。それでいて、しかも甘くて飲みやすい。うん。それこそ、なんか、さっきブランデー飲んでて、なんかブランデーみたいな甘さだなと思って。まあ、ブランデーもそんな甘くはないんだけど。まあ逆にブランデー用がこっちの方が甘いですね。うん、うん、ただちょっときついかな。刺激が。口当たりが強い感じはしますね。2チャンネルのカナディアンウイスキースレなんてのがあるのか。うん、なるほどね。うん、うわ辛い。非常に辛い。喉が辛い。ああ、これは辛いな。喉が痛い。うん。まあでも、甘いんで、女性向けといえば女性向けでもないのか。まあでも女性だったらやっぱカナディアンクラムのが飲みやすいよな。これは非常に飲みにくい部類の。ブラックベルベット？あ、違うか。まあ、カナディアンクラブが美味しいと思ったのなら、いいんじゃないでしょうか。カナディアンクラブ飲んで、ちょっと物足りないなと思ったらこっち買ったら、カナディアンウイスキーでね。こっちは結構強いですね。で、なんか結構ブログを見るとなんか、口当たりがよく癖なく飲めましたって書いてあるんだけど、そうなのかな。あれ、なんか俺と全く逆のこと言ってるんだけど。まあ、どうなんですかね。少なくともそうは思えないけどな。結構刺激が強い。じゃあ強い。口の中でこう、ピヤーって、カラーってなる。アルコール感がブワーっとくるタイプのお酒だとは思うんですけど。まあ、どうですかね。まあ、カナディアンクラブに比べたら、まあ、それは間違いないと思います。これは6年熟成と書いてありますね。ブラックベルベット。6年熟成ってことはカナディアンクラブ6年、もう確か6年だったんです。だから、アメリカ市場では人気の高い。テイスティングは色は淡い黄金色。香りは軽快でソフトな香りです。味わいはライトで口当たりも良くスムーズな飲み口です。ほんとかよ。フィニッシュはこれも軽快でライトな後味ですとかって書いてあるけど。ほんとに、俺おかしいんかな。おかしいな。そうとは思えないんだけど。いや、これは結構美味しいですよ。実際。てか、ブラック、シャンパンってのが、さっきのあれね。カクテルね。スタウトビールとシャンパン。シャンパンって俺飲んだことほぼない。よく考えてみると。酒好きのくせに俺シャンパン一回も飲んでない。シャンパンって結局あれだよな。ワインのスパークリングワインか。ああ、フランスのシャンパーニュ地方の特産の発泡ワインであるって。これ飲まないな。シャンパンそういえば飲んだことないですね。これ一回も紹介してないね。よく考えると。普通よりも、そうだ、シャンパンってパーンってやるとさ、なんか、ジュワジュワーってさ、溢れ出るんじゃないの俺嫌なんだけどさ。俺大体あんまり俺ワイン飲まないからな。でも発泡ワインか。発泡ワインって飲んだことないですね。炭酸のやつね。発泡ワインって飲んだことない。今度買ってみようかな。うわ、ドンペリが売ってる。ドンペリニオン。750ml、12,856 円。はあ。はあ。シャンパンの代名詞、ドンペリニオン。ああ。ドンペリってあれです。シャンパンだったんだ。うん。でもさ、正直言っていいですか？ドンペリって高いイメージがあるんですよ。でもたった12,000円でしょ？で、これでしかも真髄とかって書いてあるけど、シャンパンってその程度の値段で買えるもんなんですかね？一応、1万、ウイスキーとかだったらほら、高いんだったらまだいっぱいあるけどさ。まあさっき、まあ、前の動画で言ったけど、50万とかさ、あるけど、ワインに至ってはもう、100万、200万とか、ね、シャンパンってワインのスパークリングパターンでしょ？なんでこんなに安いんだろうな。うん。逆に安いよね。12,000円で最高級の味が飲めるんだったら、それはいいんじゃないか。シャンパンもしかして一番安い酒なんじゃない？ねえ。ね、そんな感じするよね。だって、ドンペリでお前12,000円で買えるんだぜ。まあ、ウイスキーで12,000円つったら、お前、まあ、なあ、それ以上のものと、間違いなくあるだろうしな。うん。ああ、でも、わかんないけどさ。でも少なくともドンペリの2004年バージョン。つまり今から10年前のやつ。10年熟成。熟成なのか知らないけど。が12,000、3,000円で売ってるところを考えると、別にそんなにシャンパンって高いものでもないのかなと。ワインはクソ高いのにな。なんでこんなシャンパンになったらクソ安くなるんだろうな。それ不思議だね。今度シャンパン買ってみようかな、シャンパン。ね。優雅にちょっと、シャンペンでもいただいて。今度飲むか。もう買ってくか。シャンペン。コク、甘み。香り。いや、これ美味しいと思います。4444です。ご視聴ありがとうございました。